ちは。おなじみホタです。はい、ホタです。はい、顔も焼けてますか。うん、ちょっと焼けてきたよ。焼けてきました。うん、もう夏も近いですね。はい、本日ここは大阪、うん、風が強い。風強いね。はい、U12 関西予選です。はい、飛び蹴り1-2023スフィーダカップ大阪会場です。今年スフィーダカップ、スフィーダカップ。あ、じゃあスフィーダさん、ちょうど後ろにこの、はい、そうです。はい、こちらとスフィーダさんね。で、まあ、スフィーダさん皆さんご存知でしょうから、はい、どんなあの企業さんかっていうのは、まあ、そうですね、あれしたとしても高校サッカーとか、あとはスフィーダさん結構増えてきましたよね。最近すっごい見るよね。うん、これなんかイメージは高校サッカーの、はいはいはい、今高校サッカー選抜のユニフォームもあれだもんね。で、今回あのでっかいスフィーダ、はい、が試合をしている、うん、チームの選手が来ているビブスですね。はい、あのスフィーダさんを使っていただいて、うん、じゃあ、パートナーさんというか協賛というか協賛いただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではこれは本大会のホームでしょ。本大会のスフィーダさんは。そうです。うん、いやー、ソラリンク久々来ましたね。久しぶりに来ましたね。あ、いいよね、ロケーション20丸、うん、最高です。ただ今日は初日で強風です。強風です。風に結構これ苦戦してるチームは多いかなと。はいはい、ただしっかりと、うん、勝ち上がってきてるチームが中にはもちろんいれますので、はい、はい、今回結構前回も参加していただいた U11 とか、まあ、U12 ももちろんそうでしたけど、うん、リベンジしているチームさんも多くいらっしゃいますし、24チームだよね。はい、今日は U12 ですね。 U12 です。はい、それこそ昨年 U11 関西予選で塚原さんクラブ対するスフォンダーレの結構劇的な試合の、あ、スフォンダーレね、覚えてますよ。スフォンダーレ準優勝だったんですが、うん、今回忘れ物を、はい、取りに来ましたということで。なるほど。はい、この今ちょうど映しているのが、はい、ASG ジュニオール、はいはい、ユニフォーム有名なとこですね。はい、うん、で、こちら緑が初出場ですね、はい、フッツ、うん、スポーツ少年なんてことで石川県から、うん、あ、いや、石川県のチームなの。石川県です。はあ、なるほど。石川県の方といえばまたカターレ富山さんも来てるでしょ。そうだね、うん、今回はこれ声聞こえてるかな。ね、もう結構 さ叫ぶぐらいで喋ってるけど。これぐらいの距離で聞こえてること願いますよ。ほんと風強いよね、うん、スフォンダーレ、違うカターレ、何でしたっけ、このフッツスポーツ少年だ。フッツスポーツ少年だ、はい、石川県、石川県から。石川県もサッカー聖地ですから。そうですね、あ、やっぱあの和倉ユースとかよくある。そうね、コーナーキック。いや、風ありますんで、腰がさ、胸に6個ついてるね。そうね、全国大会に出た回数。ああ、石川県でね、はいはいはい、有名だ。なるほど、楽しみですね。で、こちらは、こちらは、はい、こちらは、こちらは、はい、千本 SC が、知ってますよ、去年もね。そう、うん、ちょうど今ね、ビブス来てない方だね、はい、あの蛍光のオレンジ、はいはいはい、ビブス今、うん、スフィーダさんと来てますね、はいはい、来てる方がデラサル、愛知県から。はいはい、デラサルさんも結構最近聞くよ。聞きますよ、うん、めちゃめちゃフットワーク軽いっす。あ、そうなんだ、だからか、いろんな大会に出られて、はい、関東でもね。関東でも、関東で僕今日関東から来てるでしょ。そうなんです、うん、はい、どちら、間違えちゃったんじゃないかっていうぐらい。、はい、あれっつって、 SV ローザーやってる。 SV ローザー、千葉県からエントリーしました、ね、もうよくお知り合いの、ね、ね、方ではありますけど、まあ、なんかリーグ戦がね合わなかったと。あ、それでも関西になんとか行きたいということで、ね、今回エントリーいただいて。なるほど、はい、その熱い思いは。そうですか、感じました。あとはどんなチームが。あとね、今回、はい、関西大会で、うん、県のリーグね、はい、4種の
結構大阪府今年すごいレベル高くて、うんうんうん、その中でまああのよく聞くと思うんですけど、ドリームドリームね、はい、と決勝で、はいはいはい、当たったアイリス住吉っていうチームがすごくあるんですけど、はいはいはい、そこが今回、うん、あのもうエントリーしてるんだ、はい、エントリーいただいて目玉、じゃあやっぱり優勝候補ですね、優勝候補ですね、あ、じゃあ大阪2位ってこと、そうです、この間、はい、あ、初出場ということで、あと、はい、滋賀県のアミティエ市、はい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 、アミティエ草津、ね、うん、滋賀県から草津っていうか群馬かと思いきや、群馬行きや、そう、思いきや、ね、千本 SC 得点しましたよ、千本 SC をね、うん、毎年あのこの6年生去年も、はい、まあ、結構こうスコアのところは悩んでたと、うん、はい、あのこれ桜ユナイテッドさんもそうだったけど、はいはいはい、去年こうだったから、桜ユナイテッドは縦線の、そうそうそう、はいはいはい、あの紺と黄色の真ん中の縦線でしょ、そうです、うん、覚えてますよ、去年一勝もできなかったから、うん、今年は絶対にここで、ここの場所でやっぱ借りを返したい、なるほど、みんな忘れ物取りに来てんだそうですねいやー、だから、いや、明日は風が止むといいね、止んでくれるでしょう、今日やっぱ2日間の開催で、今日が予選で明日が決勝ですもんね、決勝トーナメントです、で、1チームだけが全国へ、そうです、さあ、ASGSG ジニオールもユニフォームかっこいいね、そうそう、縦でね、ユニフォーム大阪でもよく聞こえますね、あ、で今のところどんな感じなんだろう、いや、もう出てきてるんですよ、うん、あのこれラスト、はい、現段階で予選1位出てる、はい、出てます、教えてください、 A グループ、はい、予選1位で通過、はい、スポンダレス、おー、奈良県、うん、素晴らしいリベンジ、はい、リベンジ、はい、まずはここはね、で、B グループ西宮サッカースクール、おー、なるほど、ありがとうございます、兵庫県、はい、そして C グループは今現在これやってますから、あ、どうこれね、ってことですね、うん、はい、どうなるんやろ、まあ、ASG が、このまま、まあ、引き分け以上であれば、なるほど、1位通過になります、なるほどね、ただちょっと、これが今どういう状況か、まあ、動いてなさそうだけどな、うん、まあ、なんともですね、はい、おいで、そして D グループ、うん、奈良 YMCA、 あ、また有名どこですね、そうなんですよ、奈良 YMCA が、うん、そこを勝ち取りました、得失点差で、なるほど、初戦負けたからどうなることやらと監督が、うん、奈良 MCA も水色のところ、そうです、そうです、うん、ちょっとカタールと似てるようなそうそうそう、あれはカタールでしょとか俺さっき自信満々に言ったら、いや違いますよあ、すいません失礼しました全然違いましたおいで、そして E グループがどうせならスフィーダさんの前で、はい、E グループが、はい、カタール富山、おう、上がってきました、1位上がり、はい、ってことは、ってことは、ってことは、どこだ、もう一回、スフォンターレ、はい、西宮、はい、サッカースクール、はい、決まってるのが奈良 YMC、はい、カタール富山、はい、で、F グループは、うん、まあこの状況で言えば多分アイリス FC の話がさっき言ってたね、はい、うん、上がるかなっていうところ、なるほど、で、あとここだ、で、そこに対して、うん、あのワイルドカードが2つ上がる、ああ、なるほど、そっかそっか、そう、あの 2位の1位、そうです、ちなみに去年スフォンダーレ確かワイルドカードで上がってきて決勝まで行ったと思う、今年は順当に上がってきたと、ああ、なるほどね、はい、まあ、今年予選から気を抜いてないっていうことです、そうです、ドラマは絶対ありますよ、あ、今日だけでまた黒くなった、やっぱり今日だけで、すごい、やっぱ関西日差しがすごい、あ、そう、最高です関西最高です最高です、考えます、そうだね、はい、寒いもん、ちょっと今日だって寒い、うん、いや、本当に本当にちょっと寒いぐらい、去年で、なんだろうね、日はすごいんだけどね、うん、でも終わったよ、試合、結果が出ます、これで決まります、で、予選明日、あ、ごめん、今日の予選はベスト8が出ましたね、これでね、これでベスト8が出ます、うん、で、明日決勝戦は、はい、またフル動画は、うん、上げてくれます、あ、そうですか、はい、
頑張ってください。頑張ります。私は いませんが、はい帰られる。明日はいませんが帰るんですね。頑張ってください。頑張ります。じゃあこれで U12 はあれだけど、また U10、はい、11もあるということで。そうです。5月の末と6月の頭に、はい、なるほど、はい、11、10がございますんで。わかりました。またお届けします。じゃあ一旦これで予選のあれは終わりで。終わりです。はい、はい、いい選手いっぱいいます。あ、もうなんかあそう結構多分びっくりするキーパーがいました、ね、あそう、はい、マラガ CF のゴールキーパー。マラガね。マラガ CF さんもよくインスタで見ます。あ、本当ですか。あとどこいや、そうそう、インスタで見るチームさん多いのよ、関西。インスタすごいのかな。すごいね、あのみんな活発にやられてて、すごく見るから、ね、結構よく見ちゃう、俺も、うん、いいねさせてもらってるんで。さすがです。はい、まあ、あの出てくれたチームさんは全部フォローしに行くんでぜひフォローしてもらえたらそうですね。はい、そうなんです。じゃあ、まあ、この、ね、YouTube のチャンネルも皆さんもぜひですね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあまた決勝戦で、はい、石川県の勝った分かんないけどね、出そうよ。今その話してたの YouTube に出るから。いえ、星は何出たよってことだ。石川で。で、君たちがもう一個増やす。